Thank you.
無事に論文を確保できたようだね。さあ、マトウヤ様のところに戻ろう。一度この論文を目にすることができるとは。研究内容を悪用されないように細工を施してあるからね。ちょいと暗号化魔法を解いてやれば、そのシドとかいう貴公子でも読めるようになるはずだよ。ただし理論は分かったとしても、エーテルの槍を形成するために必要な莫大なエーテルをどうやって用立てるつもりだい？その点に関してはシドも心配していました。クリスタルを積み込むにしても、飛空艇の積載量にはどうしても限界があると。白星石とエーテルエクストラクターなら解決できるかもしれないけど、現物を持っているであろうミンフィリアは未だに行方不明、ムーンブリダも今はもう。膨大なエーテル、魔力の源。魔力の源だって、そうだ、あるじゃないか、とっておきの代物が。竜の目だよ。万年の時を生きる七大天竜が悠久の時の中でエーテルを溜め込んできた、文字通りの魔力の源だ。確かに理論上は可能ではあるね。
自在に竜の目からエーテルを引き出せれば。目と共にあったイシュガルドの青の竜騎士ならば、それも可能でありましょう。どうやら光明が見えてきたようね。早速イシュガルドに戻りましょう。シュトラ、お待ち。お前、目が見えてないね。いつからだい？あら、気づいていたのね。きっとエンシェントテレポの後遺症だわ。バカな子だよ。どんな理由があったかは知らないが、禁術に手を出すだなんて。ミンフィリアとの約束だから。悪しき者からあの人を、光の目を守るため。私にできることをやっただけ。それに血脈をさまようなんて貴重な体験をすることができたんだもの。むしろありがたいくらいよ。エーテルの流れだけで辺りを見ることは、魔力を消耗させ体に大きな負担となる。重々気をつけなさい。ありがとう、マトウヤ。
Thank you.